今回はですね、奈良県奈良市の近鉄新大宮駅から徒歩2分の場所にある激安賃貸を紹介させていただきます。家賃は2万2000円ですね。この2万2000円っていうのは、家賃は1万9000円で、管理費、共益費が3000円ですから、合わせれば2万2000円っていうことでして、ほんでね、もちろん敷金とか礼金とかそういうめんどくさいややこしいのは一切なしのゼロゼロ物件となっております。ほんでこれはですね、今目玉もらってるのは近鉄新大宮駅の北口の方ですね。多分ってなんやねんって話でして、なんかね、銅像とかがしつらえてあったりして、結構ね、整った感じの駅やないですか。駅周辺はね、非常に綺麗やったです。ほんでね、何でしたっけ、ここの大規模なバスターミナルもありますから、バス乗っていろんなとこにも行けるんでしょうね。まあまあようわからんかったですけど、ね、ハローワークならなんかもね、ここから徒歩圏内の中にありますから、嬉しいじゃないですかって、嬉しいかな で、ね、周りはですね、ですね、中ぐらいのでかさのオフィスビルが立ち並んでて、あとは、ですね、東横インとかね、スーパーホテルとか、そういうね、ホテルが、立ってましたから、だからつまりですね、ここは奈良県のホワイトカラーの人が働くオフィス街みたいな感じになっててですね、だからここは奈良の副都心っていう感じの場所なんですわ。ですね、奈良の都心は当然ですね、近鉄奈良駅と JR 奈良駅周辺の、ですね、行きのの範囲なんですけど、その辺りはですね、もちろんね、お店がいっぱいあって賑やかなんですけど、どっちかといえばですね、観光客の人が喜びそうなお店がいっぱいあるのであってですね、こっちは、それに対してこっちはですね、生活する人、働いたり生活する人が住むのに便利な街っていう感じですね、この新大宮はね、副都心として。そういう感じの街並みになっとるわけなんですよ。でね、これ、今回紹介する物件なんですけどね、2万2000円ですけど、ちょっと洒落た感じです。なんか上の方がなんか坂っていうかな、斜めになっとって、ちょっと洒落た感じの作りの、店じゃないわ、アパートになってまして、まあ残念ながら、立派な駐輪場はないみたいですからね、なんか知らんけど。庇の部分にみんな、自転車を止めたりしてますけど、ほんでね、向かいにはこんな風に、ですね、駐車場がありましてですね、まあこれ駐車場はこのアパートとは別に関係ないんでしょうけど、大体ですね、奈良のね、駅地下の駐車場は月1万円とかね、7000円とか、そんな感じの料金らしいんで、まあ大阪とかでね、自動車のね、駐車場借りようと思えばえらい高いですけど、まあ1万円とか7000円ならどうしてももうね、仕事とかで車が必要な人やったらね、借りても別になんとかなるレベルの、料金ではありますよね。ほんで、これ周りはですね、結構落ち着いたマンションとか住宅がある、まあ落ち着いた場所でしょ。ですね、もう駅前から徒歩2分と言ったって、ちょっとね、大通りから奥に入ればこんな感じの落ち着いた街並みになるわけなんですよ。で、間取りはですね、キッチンがあって洋室がある。まあ洋室、これね、でかさが書いてないのではっきりわからないですけど、写真から見る限りはですね、6畳7畳以上はあるみたいで、7畳とか8畳かそれぐらいはあるんちゃいますやろうか。でね、残念ながら窓は1つしかありませんけど、出窓で、ですね、結構光が取り入れられるようにでっかい、窓になってますわ。で、残念ながらベランダは当然ありませんよって。で、靴箱、結構綺麗な靴箱が用意されてまして、ほんでなんか知らんけど、ちょっとね、この何でしたっけ、キッチンもおしゃれやないですか。普通の激安アパートやったらもうね、いつの時代のキッチンやねんみたいな、もう申し訳ない程度についてるようなキッチンですけど、ここはちょっと洒落た感じでね、ちゃんとリニューアルしてるってことなんでしょ。で、部屋もこうやってね、シンプルながら広々としてて綺麗じゃないですか。エアコンはですね、窓にはめる式のエアコンですから、まあ別にそれが悪いというわけではないですからね。で、ですね、敷地内にはこんな風に、コインランドリーがありますから、雨の日でも大丈夫ですし、ありがたいことにエレベーターがついてますね。ここ1、2、3、4、5、6、6階建てぐらいですから、それはね、エレベーターがないとちょっと嫌でしょうから、こんな風にエレベーターとかもついとって、まあ何ら文句のつけようのない場所やないですか。ですね、この絵は何や？近所にローソンがありますよということでね、これ撮ってるわけなんですけど、ですね、大宮通りとかね、三条通りっていうんやったっけ、なんか知らんけど、まあとにかくですね、駅周辺にコンビニはいっぱいあります。ちょっと歩くとですね、5分、いや3分ほど歩いたところに、このね、泉屋ね、このスーパーセンター泉屋みたいな食品スーパーがありますし、この隣にはね、なんかドラッグストアみたいなのもありますから、日常の買い物はね、そこですることができますし、別
別にね、自炊、私みたいにね、あんまり自炊しない人も、コンビニがありの、駅前には天下一品とね、松屋ですね。あ、牛丼の松屋はちょっと嬉しいですね。うちの近所松屋ないからね、松屋もっと好きにも行きたいんですけどって、何の話やね。あと、ココイチとかもありますしね。ラーメンの天下一品もありますけど、なん天下一品毎日食ったらね、死にますってね、ラーメンすするさんじゃないねから、そんなもん食ってたら死にますけど、まあでも、たまにはね、美味しいから行くのもいいやないですか。そういうわけでして、結構ね、デイリーヤマザキのコンビニなんかもあるわけなんですよね。というわけでね、結構住み心地のいい場所なんですけど、このね、物件の特徴としてね、ペットを相談って書いてるんですよ。ペットの相談に応じますよって書かれてるわけなんですよ。これ敷金礼金なしやのにペットの相談に応じるっていうのは、あんまり私関心を持って見てないから分からへんですけど、珍しいんじゃないですかね。大体ね、ペットっていうのは当然、人間じゃないんですからね。部屋をちょっと汚したり、柱傷つけたりするやないですか。それでもね、敷金礼金がないっていうのは、だから、多分ね、相談したら、追加料金をもしかしたら取られるのかもしれないですね。月5000円裏乗せしてくれたり、なんか敷金的なものを払ってくれるなら、ペットを飼ってもいいよみたいな話なんかもしれないですけど、でもね、ペット OK の、激安物件でちょっと嬉しいじゃないですか。ほんでね、これ、駅周辺のその飲み屋街ですね、オフィス街で働く人たちが夜行く飲み屋街なんですけど、結構ね、そんな範囲は広くないんですけど、コンパクトにね、いっぱいお店があって、なかなかいい感じですね。ほんでここはですね、奈良の都心っていうか、近鉄奈良駅とか、あの辺りっていうのは、観光客向けというか、よう言うやないですか。奈良の大仏商法とか言うて、だからそんな、いや、それはもう冗談で言うてるだけでしょうけど、そんなね、奈良には大仏さんがあるから、観光客が勝手に来てくれるから、そんな熱心に働かなくてもいいっていうので、奈良の近鉄奈良駅とか、JR 奈良駅周辺のお店は、夜になったらさっさと閉めてまうんですけど、こっちの新大宮の方はですね、オフィス街の、仕事終わった人を相手にしてるわけですから、23時とか24時まで空いてる居酒屋さんがね、そこいら中にいっぱいあるんで、その辺もね、ちょっと嬉しいやないですか。ほんでですね、ちょっと歩いていったらですね、なんだ、これなんて国道何号線やって、何号線かようわからんけど、そこに行ったらですね、マクドナルドがあったり、セカンドストリートがあったり、ブックオフがあったりしますね。まあ、ブックオフなんて、それ人それぞれでしょうが、私はあると嬉しいわけなんですよね。もうありえへんぐらいの安さで漫画とかね、本がいっぱい買えるわけですからね。ブックオフ近所にあったらちょっと嬉しいやないですかっていうか、そうじゃなくてですね、ペットの話ですよ。ペットね、私ははっきり言ってペットとかね、別に亀とか金魚しか飼ったことないですけど、一人暮らしでペットっていうと、まあお金かかるし、部屋汚すし、あかんやないかと思いはるかもしれないし、私もそうは思ってたんですけど、ただね、これ今回、ペット相談って書いてあるから、なんか調べてみたら、結構ね、一人暮らしでペット飼うっていうのはありなんかもしれないですね。というのも、ペットってね、部屋汚すやないですか。それやと嫌やけど、そやけどですね、部屋を頻繁に汚すから、そんな食べこぼしとか、トイレとかをほっとくわけにはいかへんやないですか。さすがね、そんな病的に綺麗好きじゃない人でも、ペットの食べこぼしとか、トイレとかが放置されてるっていうのはちょっと嫌やないですか。だからそうなったら毎日毎日掃除するでしょ。で、ついでに人間が汚した分も掃除するから、つまりですね、ペットがいることによってですね、こまめに掃除する習慣が身について、むしろ部屋を清潔に保つことができますよっていうわけなんですよ。あとですね、まあペットがいることによってですね、餌の時間とか、散歩連れていく時間とか決まってるでしょ。だからそういうなんで、規則正しい生活もできるというわけでして、まあね、一人暮らしは自由すぎてどんどん自堕落になっていくから、ペットがいることによってですね、生活のリズムができるようになりますよと、そういうメリットがあるらしいからね、ペットがいるっていうのも悪くないのかもしれない。ですね、それはともかくとしてですね、ここのね、アパートから徒歩そうですね、10分ほどかな、ミラーラっていうね、複合商業施設の、何やったっけ、フードコートに行ってきたんですけど、ここはですね、何やったっけな、キング
キングエモンか、キングエモンか、キングエモンっていうね、君、ヘンチクリンな名前の、ラーメン屋があったんでね、行ってきたんですけど、もう黒々としてね、なかなかね、珍しいラーメンでしょ。これはですね、大阪ブラックっていう、まあ、だから大阪のお店なんでしょうね、キングエモンって、キングエモンっていうところは。そのね、大阪の、ラーメン屋の、奈良支店みたいなところが、ここのな、ミラーラの、なんでしたっけ、フードコートにあるんですけど、なかなかね、これ、美味しかったです、そもに。毎回おいしい言うとやんけって話なんですけど、これもね、単に黒いだけじゃなくて、そうです、麺もね、結構黒っぽいじゃないですか。これ麺の中にもうまみがね、染み渡ってておいしいですしね、このね、黒いのが何ちゅうんですかね、ただ単に醤油ぶちまけて黒くしたというよりもね、豚骨なのか魚介なのかようわからんですけど、とにかくそれと、醤油の味が複雑に、絡まって、これは確かにめちゃくちゃ美味しかったですね。値段忘れた。値段は、いや、調べろって、800円ぐらい。800円ぐらいですけど、800円出す価値は十分にありますね。メンマも極太で味が染み込んでますし、このね、何でしたっけ、これ。何やったっけ、これ。チャーシューね。チャーシューも柔らかくて味が染み込んでて、全く文句がなかったですね。まあ、たまにはね、いや、だから、天一もあって、こういうラーメン屋もあるわけですからね。こういうところで住めばですね、そうですね。この辺、うまい店も多そうですから、ですね、グルメ的にも美味しいですね。どういう グルメ的にも美味しいってどういう締めやねんって話なんですけど、まあ、そんなわけでして、今回の物件はですね、駅から2分という非常に近い場所にあって、その上何でしたっけ、ペットまで飼えるというね、なかなか面白い物件でした。そんなとこですかね。ほんじゃまた。